皆さんこんにちは。わかるさんに今香港国際空港に来ております。本当だったらね、本日16時台に出発する大阪行きの便を使って日本に帰る予定だったんですが、前回の動画でもお伝えした通り、マレーシアクアラルンプールからのバティックエアの便がね遅れてギリギリ乗り継ぎできなかったんですよね。で、前回の動画ではね、その後どうなったかっていうのを話してなかったと思うんですけども、今回この動画でその流れっていうのを撮っていきます。で、結果的に言うとですね、キャセイ振り返してもらうことができました。いや本当にありがとうございますって感じです。振り返なかったらね、もう自分でまた航空券発見してって感じだったんだけども、今回別切りの発見だし、そもそも航空会社も違うし、アライアンスもとかも関係ないし、全く関係ないんだけどもね、そこは、振り返してもらうことができました。で、16時台の便のキャセイの大阪行きが出た後、次大阪行きは一体いつなのかというと、日付変わります。日付変わって深夜の1時50分発なんですよね。LCC みたいな時間帯ではあるんですけども、1時50分発のキャセイを使って今回は大阪に帰ります。いやー、あのキャセイ自体は振り返りもしてくれたんで本当にありがとうございますって感じなんですけども、本当はね A350-1000 で帰りたかったんですよね。ただ今回利用する1時50分発の便に関してはエアバスの A330 になってくるので、キャセイの機材としては結構古めの機材になります。で、この便ね、実は1回だけ使ったことあるんですよね。はい、で、僕の動画でも1回紹介したことあると思うんですけども、また久しぶりに超深夜便ですね、1時50分発の大阪行きを使って帰るということでやっていくんで、よろしくお願いします。フライトスケジュールバーッと出ているんですが、これからヨーロッパ方面の便が結構集中していますね。で、今回利用する大阪行きは右下です。1時50分発の CX566 便ですね、大阪関西空港行き、こちらを使って今回は関空まで帰ります。もうキャセイのほぼ最終便じゃないかな。確か本当の最終はね、深夜2時発にニューヨーク行き、 JFK行きのキャセイがあるんだけど、それの1本前がこの関西空港行きになりますね。はい、東京行きのね CX っていうのも深夜にあってね、成田行きがね確かこの辺にあるかな、1時20分なんね CX524 便、これもキャセイの深夜便になります。今回は1時50分発なんで超深夜便を使って大阪に帰ることになります。僕自身明日昼からね大阪で人と会う予定があるので、何としても明日の昼までに帰らないといけないんですよね。なので今回深夜便ではあるんですけども、朝関空には早朝に着くということで予定には間に合いそうでよかったです。で、今7時半ぐらいなんですけども、今から香港の街に行って夜景見に行ってとかもいいんだけど、もう正直香港の夜景も何回も見てるし、ちょっと本当は今日帰る予定だったわけで、今日の夜に済ませとかないといけないようなことってもいろいろあったんですよね。事務作業みたいなのが、そういったのもちょっとまだまだ残っててやらないといけないので、今からもう香港出国して制限エリア内にあるキャセイのラウンジ、こちらでちょっと時間潰そうと思います。では保安検査抜けて香港出国して制限エリアの中に入ります。今の時間帯まだ空いてるけど、これからね、さっきも言いましたがヨーロッパ便がある関係でこういったチェックインカウンターも混んでくると思う。ここね、キャセイのチェックインカウンターですね。エコノミークラスのチェックインカウンターになります。これの反対側にビジネスファーストでステータス会員用のカウンターがありますけども、そっちもね全然空いてますね。サクッと保安検査抜けて香港も出国しました。でも早速ですけど、今日はねワンワールドを使うんでキャセイパシフィックのラウンジ使うことができます。で、僕はサファイアのステータスなんで、ビジネスクラス用のラウンジになるんですけど、3箇所あるんですよね。ゲート2の付近と、あと6の付近と65付近かなにあるんですけど、今回搭乗開始がね1時10分なんですよね。で、キャセイのラウンジに関しては24時間空いてるわけではありません。で、どこだったかな、65付近のやつと6の付近の、ラウンジに関しては0時半に閉まるって言われたんですよね。なので今回ゲート2の近くの、ウィングのラウンジに行こうと思います。ウィング、ピア、あとデッキかな、3種類あるんですよね。はい、空いてるといいんですけどもね。でも今制限エリア内こんな感じで全然空いてていいわ。ちなみに今日の搭乗ゲートはまだ分かんないので、後ほどインフォメーションボードとかで確認する形になります。はい、というわけでラウンジにこのまま直行します。ゲート1から4のあたりに来ましたけども、いいねこの辺、出国してすぐよ。多分一番便利なところなんで、キャセイがそれこそ使ってると思うんだけど、今日の関空行きもね、この1から4のどれかだと嬉しいんですけども、多分無理でしょうそれは。よし、では2の近くこっちでいいね。ワンワールド、エメラルドを持ってる人はね、もちろんファーストクラス用のラウンジ案内されます。水飲み場とかあるね。結構この空港はベンチもいっぱいあるんで、プライオリティパスとかね、ラウンジ入るステータス持ってない人とかでも全然中で楽しめると思います。レストランとかはやっぱちょっと結構高めの、価格設定にはなってますけどもね。着きました、キャセイのザ・ウィングのラウンジになります。今回はちょっとこちらに世話になりましょう。ここはね、一番遅い時間帯まで空いてるみたい。でもそれでもね、24時間は空いてないので、ご注意ください。
青と緑なんでサファイアとエメラルドですね。では入ろう。この目の前のゲートがオークランド行きになってるわ。はい、入れませんでした。まあ、入れないってことはないんだけども、あのスタッフの方にね、シャワー使いたいって聞かれて、うん、使いたいって言うと、まあ、今回一応深夜便デスクしからね、使いたいって言うと、あのここシャワーないから6番付近のザデッキの方のラウンジに行った方がいいよって言われました。なので、まあ、その言われた通りそっちの方に今から移動します。別にどっちも入れるんでね、はしごしてもよかったんだけど、もうそれもめんどくさいんで6行きましょう。ザデッキの方のラウンジまで歩いてきました。ちょうど近くブリティッシュエアウェイズのゲートもあったりするんで、しばらく混みそうですね。かっこいいな、キャセイパシフィックザデッキ。これこっちじゃないよね、初めて来るわ。ここはこんな感じの外観です。見た目が超かっこいい。ラウンジの中入りましたけども、見た目はなんかすごい広そうな雰囲気はあったんだけど、中はね、実際はそんな広くないね。ピアのラウンジとかの方が全然広いって感じはします。うん、一応席はあったんでいいですけども、まあ、この吹き抜けになってる感じはね、僕好きなタイプなんでいいですけどもね。シャワーともちろん食事、アルコール含め食べ飲み放題です。まあ、ビュッフェはこんな感じになってますね。すごいおしゃれな感じ、美味しそう。腹減ったな、言われてみれば。うまそう。おお、いいね、おしゃれだわ、並べ方が。もちろんバーカウンターもあって、アルコールはね、そちらで注文するスタイルです。木目調ですね、結構暗いです。まあ、キャセイといえば担々麺とか、あとワンタンヌードルが有名ですよね。はい、こんな感じでシューマイとかもここで注文できます。いいね、おしゃれだわ。夕食いただきます。今回なんですけども、担々麺にしました。ワンタン麺も迷ったんだけどね、てかまた後で多分食べると思うので、ワンタン麺その時にいただこう。であとはポークとチキンですね。で、まあ、ミートボールとかも軽く取ってきました。でドリンクは疲れたんで香港ビール。とりあえずこのデッキのラウンジで、まあ、少しの間過ごして、でシャワー浴びたらね、さっきの、ウィングのラウンジの方にまた移動しようと思います。そんな感じでやっていきますわ。結局はしごすることになるね。パソコン作業してるともう時間ね、10時半になっています。今夜ですね。はい、ということでシャワールームの方に来たんですが、すぐに入れました。やっぱね、キャセイラウンジ3箇所に分けてて、そのうちの2箇所シャワーあるんだけども、うん、かなり人分散されるね。いいですわ。で多分このザデッキの方のラウンジは少し離れた場所にあるので、そんなに来る人もいないんですよね。多分ピアノラウンジとかの方が混むと思うので、ファッと入れました。7部屋ぐらいあるかな、シャワールームはね。こんな感じでかなり清潔感あって、このラウンジ全体的に普通に綺麗ですね。うん、木目調シックなデザインになっています。はい、ということで。なんかおしゃれだよね。うん。サクッとシャワー浴びましょう。で、シャワー浴びたら、ウィングのラウンジの方に移動します。キャセイのラウンジ出てきました。シャワー気持ちよかった。水圧も十分、排水も十分。あとね、シャンプーのいい匂い。素晴らしいね。はい。ただね、あのシャワー室がね、換気がね、なんていうの、換気扇とかがついてないので、もわーっとするんだよね、お風呂入った後。なので、それで一気にまた汗かくって感じになったんだけど、急いでパパッと出てきました。あー、でも気持ちよかった。やっぱね、今日みたいな、まあ、超深夜便乗るときも、まあ、今日はね、3時間少々の短距離線ではあるんですけども、浴びときたいよね。それこそ、こっからアメリカとかになると、西海岸でも多分12時間とかかかるでしょ。東海岸になると多分14時間15時間かかると思うので、絶対シャワーいるよね。はい、ということで、なんかの登場やってるけど、これ多分あれかな、ブリティッシュエアウェイズかな。うん、なんかそんな気がする。確かロンドン行きがこの時間にあったはずです。では僕はザ・ウィングのラウンジの方に今から移動します。ザ・ウィングのラウンジの方に戻ってきました。空いてるといいんだけどね。オークランド駅は出発したみたいで、チューリヒ行きとか、これは韓国ソウルか。あ、でも大韓航空だな。ということで2回目の凸です。ラウンジの中に入ったんですけども、まあなんか微妙に混んでるね。うん、さっきのところよりかは若干広いけど、まあそれでもそれなりにお客さんもいらっしゃいます。まあこの後ヨーロッパ便のラッシュがあるんですけども、それが終わるとちょっとすくのかな。
まあ、置いてる食事の内容とかはね、さっきのところともうほとんど一緒ですね。ここは、まあ、一応ダイニングエリア、ヌードルバーとかのエリアです。こっちコーヒーバーとかもあるんで、コーヒー好きな人にとってはこっちの方がいいかもしれないね。ダイニングエリアの方は、まあ、それなりに空いていて快適ですね。はい、では先ほども言いましたけども、ワンタンヌードルオーダーしました。あと風呂上がりなんでチンタオビールですね。うわ、めっちゃうまそう。正直ね、香港ビールはね、僕あんま好きじゃない。僕あのクラフトビールそんな好きじゃないのであれなんだけど、チンタオビールはうまいよね、飲みやすくて。あとはワンタンになります。もう夜11時ですけどもね、食欲そそるわ。この香りいいね。時刻は0時50分になろうとしています。だいぶラウンジね、人減りましたね。はい、今からゲートに向かいます。あと20分で搭乗開始。今回46番ゲートなんで多分めっちゃ遠いんだよね。ここ2番ですからね、2から46まで歩かないといけないので、かなり歩くと思いますが、行きましょう。ということで、キャセイのラウンジ居心地よかったわ。素晴らしいですね。やっぱ吹き抜けのラウンジ最高。こういうラウンジもっと増えてほしいな。普通に46番でカルドナ島かもしれないね。列車乗らないといけない。まあ、歩いても行けるんだけど、多分めちゃくちゃ時間かかるんで列車乗りましょう。この列車ね、夜中の1時まで運行していて、もう今0時52分なんですよね。ギリほぼ最終列車に乗れそうな感じがします。本当ゲートの数もびっくりするがありますからね。46 46、いや成田行き20万台なんで近くて羨ましいわ。関空行きとなんかシンガポール行きはどっちも46、47を使ってるみたいです、この時間はね。今0時55分ですね。あー、来てる来てる。あれ乗りたいな、あれ乗ろう。40から80かな、忘れたけど、なんかのエリアに着きました。真ん中のエリアですね。まあ、さっきのところと島はつながってるんですけども、かなり距離があるので列車使って移動するのがいいと思います。201から230は LCC が主に使ってますよね。マジででかいなこの空港、香港って感じですね。ではこのまま46番ゲート向かいましょう。今0時58分なんで1時10分搭乗開始ですから、まあ、飛行機乗る前にね、歯磨きとかさっきラウンジで済ませろよという話なんですけども、まだ済ませてないので、ちょっとそういったの済ませてから乗り込みたいですね。もう今日深夜便なんでね、できれば寝たい、すぐに。のちなみに香港から関空って本当ちょうど3時間ぐらいのフライトなんですよ、離陸してから着陸までが。なのでもう全然時間ないんですよね、寝る。過酷ですよ。懐かしい、上海から東京羽田まで ANA の動画この前上げたと思うんだけど、あれ並みの過酷さですよね、このフライト。まあ、あれはね、2時間半とかのフライトなんでもっとしんどいですけども。着きました。46は左、46番ゲート着きました。 CX566 便、1時50分発カタール航空、日本航空とコードシェアしています。大阪関西行きですね。関西空港まだ約3時間のフライト。では搭乗開始、もうしばらく待ちましょう。空いてんのかな、満席かな、その辺全然わかんないんだけども、今回一応非常口席を指定してもらってるんで、はい、結構快適に帰れると思います。本日の飛行機がこちらになります。キャセイパシフィックの A330-300 ですね。ビジネスとエコノミーの2クラスになるのかな。まあ、これで大阪まで送ってもらうということで、関西線に関してはね、キャセイいろんな機材入れてて、 A330 とか777で A350-900 で -1000 ですね。いろんな機材乗れるので結構面白い路線です。まあ、いわゆる長距離線で使ってる機材とかの満員用とかもあったりするので、最新の機材とかにもね、乗れたりしますね。まあ、本当は 350-1000 に乗りたかったんだけど、まあ、今回は乗れなかったんで、まあ、その次の便で帰るという形です。まあ、これでもね、まあ、キャセイ関係ないのにね、振り返してくれただけでも本当にありがたい話なので、文句言わずにね、おとなしく座席に座って寝ながら大阪に帰ろうと思います。まもなく搭乗始まるんですけど、ゲート前かなり混雑してきました。もうこれ多分ほぼ満席でしょうね。今日もすごい需要ですね。キャセイ一日何本飛んでんねんってくらいでね、大阪線東京線あるんだけど、かなりどの便も需要あるみたい。1時25分搭乗開始になりました。今回はビジネスクラスで優先搭乗できます。乗るのはエコノミーだけどね。エコノミーで3時間
もう余裕ですよね。皆さんも最近僕の動画見てくださってる方ならわかると思いますけども、長距離船舶乗ってるんでもう3時間なんでもう塀でもないですよ。あーちょっと涼しい、気持ちいい、帰ろう日本、テンション上がりますわ、ようやく帰れる。機内入り座席に着きました。今回59ですね、 A 席になります。窓側なんだけど窓ねえな、これちっちゃい窓があるぐらい。まあもういいわ、何でもいいわ、うん、こちらの席で大阪に帰ります。目の前ジャンプシートなんでちょっと気まずいね、 CA さんが座るんで離着陸の時は。ただまあ非常口なんで足元は超広々です。座席上にはブランケットとクッションだけね用意されてます。モニターは収納式、コンセントはついています。エアバス A330 なので242の座席配置ですね、エコノミーは。キャセイ登場の時の曲、少年時代使ってんですね、びっくりしたわ流れて。はい、ということで安全の修理横に入ってんだけど A330 のダッシュ300になります。キャセイの短距離中距離国際線で使われてる機材かな、他の機材と比べるとちょっと古いんですけども、まあまあまあって感じですね。成田線とかでもねこの機材使われています。横にねマガジンラックついてるんでちょっと圧迫感あるね、しゃあないけど。モニターは離着陸の時は使えないですね、離陸してから出せます。これがこういった最前列の席の欠点かな。真ん中の列は壁についてるからね、いいね。東京は間もなく出発いたしますのでどうぞお座席にお座りください。地上係員は今からドアを閉めますので飛行機から降りてください。Your safety is important to us. Please take a few minutes to watch our video. 由而家开始，我哋会展开一段舒适、称心嘅飞行旅程。请用几分钟留意呢段短片，因为你嘅安全对我哋嚟讲系好重要。If you're traveling with hand luggage or large items, make sure they're stored in the overhead compartments for takeoff and landing. 如果你有随身携带手提行李或大型物件，喺航机起飞同降落前。皆様こんばんは、キャセイパシフィックと私どものチームを代表いたしまして大阪行きワンワールドフライト CX566便をご利用くださいましてありがとうございます。このフライトは日本航空、カタール航空との 共同運航便です。キャセイ会の皆様、本日もご利用くださいまして誠にありがとうございます。本日の機長はブライアン・トーマス、インフライトマネージャーはコニー・ラウンでございます。大阪までの飛行時間は3時間7分を予定しております。フライト中ご用の際には乗務員にお声掛けください。1時54分プッシュバック開始しました。もうこの時眠たすぎてね半分意識朦朧としていましたね。香港は雨だったんで水しぶきがついていました。で気づいた頃には離陸、まあ、この頃時間を見たらですね2時21分でした。プッシュバックしてからね25分ぐらいかかってたんで、やはり香港国際空港かなりねでかいので滑走路も遠いんですよね。機内はかなり暗くなっていました。もうほとんどの人が寝てたと思います。離陸してから20分ぐらいベルトサイン消えなかったんじゃないかな。もう半分寝てたんであんま覚えてないんですけども、消えたところでモニターを出しました。まあ映画もかなり用意されているんですけども、今日は映画はね見ません。でモニターはエアバス A330 ということで、まあ、小さめで、しかもこれ一番前の席はね収納式なんで他の席よりも若干モニター小さいと思います。でまあ一応ね機内のフライトマップを確認しておくんですが、まあ、香港から台湾の上空とかを通り沖縄、九州、そして四国の上空を通り大阪に向かうルート、この時点で残り2時間39分ですからね、本当に一瞬近すぎます。関空から香港は大体3時間半ぐらいなんですけども、香港から関空は、まあ、風の影響とかもあってね3時間なんですよね。
エアバス A330 なんだけど、キャセイのモニターに関しては更新されてるのか結構使いやすいですね。で、機内サービス始まる前なんですけども、足を伸ばせるんでこんな感じで伸ばしています。非常口座席の、利点じゃ利点ですよね。ただこの非常口席ね、目の前トイレなんで結構人通りはね多いですね、正直。あと横幅はそんな広くないので、隣に人がいらっしゃると、若干の窮屈感というのはあります。非常口があるからね、余計に窮屈感もあるわ。でエコノミーの乗客全員にペットボトルの水が配られました。実はですね、今回のフライトドリンクサービスはありません。もう全員水共通なんですよね。でもね、これでいいと思う。でその後に軽食のボックスが配られるんですけども、この時間にホットミールとかね、一人一人配ってるとめっちゃ時間かかるじゃないですか。とにかく睡眠時間が大事ですから、バーッと配れるだけ配って終わりって感じですね。フルーツ、あとマフィンでクッキーかな、マカデミアナッツのクッキーだったと思うんだけども、あとツナとキュウリが入ったサンドイッチ、この4点になります。欲しい人だけ受け取るって感じですね。もう寝てる人はね、こんな食事なんていらないって方も多分大半だと思うので、今回みたいなメニューに関しては希望者にだけ配っていました。いや、ほんとこれでいいです。航空会社によってはね、この深夜ではあってもホットミール提供したりする会社とかもあったりするんだけども、あれはね正直きついよね。しかも今日みたいな3時間という短距離だとね、長距離線だったら全然いいんだけど、ドリンクサービスも全員に水をね共通で配ることによってかなり時間短縮になっています。このスタイルでいいですね、どのエアラインも深夜便に関しては。それでもですね、食事食べたりしていると、もうなんやかんやで1時間経過しているんですよね。すでに飛行機は台湾の上空を飛んでいました。もう残り2時間7分、やばい、出ましょう、おやすみ。この後ね、機内の照明は真っ暗になりました。おはようございます。香港出発してから大体2時間半ぐらい経過したんですが、あとね、30分少々で関西空港着陸となります。トイレに来てるんですけども、こんな感じですね。特に何も言うことはありません。今回フライト時間本当短いので、1分1秒ね、大事なんですけども、なんやかんや1時間半ぐらい寝てましたね。非常口席なんで、足元はね、広々快適に寝れてます。あと30分で着陸なんで、多分もう間もなくすると最終の着陸態勢に入ると思います。時刻は午前6時過ぎまして、今ちょうど四国とかその辺りですかね、到着予定時間は6時33分になってます。1時間半ですけども、多少何とはね、爆睡できましたね。もちろん全然寝たりないですけど、結構やっぱこの時間帯の短距離国際線は疲れますね。逆に7時間8時間とかフライト時間がある方が楽かもしれない、そんな風にさえね思います。というわけで着陸の25分くらいかな前になったんですが、ベルトサインつきましたね。着陸態勢に入ります。
ということでスポットを到着しました。隣フィリピン航空ですかね。ちょうど奥からこっちに向かってくる飛行機、あれね、ルートハンザだ。ミュンヘンから今到着したみたい。ルートハンザこの時間に変わったんだね。へえ、知らんかったな。コロナ前はずっと朝に運行されていたんですけど、しばらく夜発になってたんだよね、関空。でもまたダイヤ戻ったみたい。こちらはドイツから来た飛行機なんで長距離線ですね。お疲れ様でした。飛行機合気しました。香港から3時間ですね。キャセイパシフィック航空のエアバス A330、 お疲れ様でした。ちなみにこっちに泊まってんのはフィリピン航空ですね。これ多分関空でナイトステイの機内なんじゃないかな。この後フィリピンのマニラに向かうでしょう。よし、では日本に帰国しましょうか。なんか微妙な天気ですね、曇ってて。なんかあんまテンション上がんないね、曇ってると。日本帰ってくるときはできるだけ晴天がいいわ。まあ、誰でもそうか。キャセイはね、関西空港めちゃくちゃいい位置に泊まってくれますね。もう保安検査とか抜けてすぐのところですわ。やはり1日に就航してる数が多いので、かなりなんか優遇されてる気がします。フルキャリアで一番多いじゃないのかな、1日に関空に来てるフライトの本数としては。一つの行き先でね、一つの路線ですごいと思う、キャセイ。本当ね、関西空港線充実させてくれてありがとうって感じですね。あ、でも足穴も多いか。あ、でも足穴はね、ソウルでもインチョンとギンポに分かれたりするんで、うん、多分キャセイの香港の方が多いんじゃないかな。はい、ということで、まあ、このまま行きましょう。まあ、足穴航空もね、かなりいい場所に止めさせてもらってることが多いけどね。日本入国して税関も通り抜けました。これからどんどんと到着ラッシュになるんですが、今の時間帯はですね、僕が利用した香港、あとミュンヘンからのルフトとベトナム航空かなが到着してたぐらいで空いてました。はい、こんな感じですね、関西空港。あ、ここにあるじゃん、到着のスケジュール。まあ、こんな感じでずらっと並んでいます。香港、クアラルンプール、台北、香港、ハノイ、ミュンヘン、ホーチミン、バンコク、ハノイ、チェンマイ、香港、バンコク、ホーチミン、バンコク、シンガポールみたいな感じでね、やっぱ東南アジア路線関空めっちゃ多いんで、こんな感じになって充実しております。はい、ということで本日なんですけどもね、キャセイパシフィック使いまして香港から帰ってきましたけども、まあ超深夜便はこんな感じになりますね。まあ正直ね、キャセイって結構機内食美味しいことで有名だと思うんですよ。ハーゲンダッツとか提供されたりする航空会社ですからね。なんですけども、まあ深夜便だとね、あんな感じの超軽食になります。なので、まあキャセイの食事を楽しみたいって方にはまずおすすめしない。まあそういった方には昼出発の便か夕方出発する便ですね、それに乗ることをおすすめします。朝に出発するキャセイの便でもあっても朝食なので、ちょっとまあ簡素な感じになっちゃうんですよ。まあ今回乗ってきた瓶みたいに、あんなボックスではないんだけども、ちゃんとした、ね、あの食器で提供されるんだけども、それでもやっぱ朝食はちょっと簡素な感じになるので、まあ、キャセイの食事に期待したい、キャセイの食事を楽しみたいって方は昼食、夕食、それらが提供される瓶に、ね、乗ることをおすすめします。やっぱまあ香港から3時間本当近いね、関空は一瞬です。もう睡眠時間はまあ1時間半取れたらまあいい方なんじゃないかなと思いますね。はい、まあ、この後ちょっと仮眠してから今日の行動を開始していこうかなと思ってるんですけども、まあ、そんな感じになるので、まあ、どっちかというとこの深夜便はね、慣れた人向けかなという感じはします。あまり海外慣れてない人にとっては結構到着してから疲れがどっとくると思うので、まあ、そういった方にはちょっとおすすめはできないかなという感じですね。はい、ただまあ今回ね、あのキャセイパシフィック、キャセイ自体は全く関係ない遅延で、乗れなかったんですけども、無料でね振り返してくれて、それは本当に助かりました。まあ、これからもねキャセイ使っていくことになると思うんですけども、実はまだ僕キャセイのビジネス乗ったことないので、ちょっと早急にねキャセイのビジネスは乗ってみたいなというふうに思っているところです。はい、ということで今回の動画はですね、この辺で終わりたいと思います。しばらく日本に滞在するので、まあ、また日本の動画撮るかどうかちょっと分かんないけどね、また次の海外旅行動画かなんかでお会いしましょう。ということでこの辺で終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。